弦楽四重奏曲第4番補担調作品44から2は、フェリックス・メンデルス・ゾーンが1837年に作曲した弦楽四重奏曲である、1839年に改訂を施されている。ごく幼い頃から室内楽曲を手掛けていたメンデルス・ゾーンは、弦楽器を用いた、処方、自然な形で大きな演奏効果を引き出す方法を熟知していた。 メンデルスゾーンの熟練の筆致による作品には、シューベルトやドボルザークの弦楽四重奏曲に見られるようなぎこちなさはなく、まさに弦楽四重奏のための音楽が繰り広げられる。この作品も洗練された内容を持つものに仕上がっている。メンデルスゾーンが弦楽五重奏曲第一番の完成以来、遠ざかっていた室内楽の分野に、 再び着手することになったのは1837年初頭のことであり、6月18日にこの曲がまず書き上げられた。その後、フェルディナント・ヒラーに主に4楽章について大きな改定を施したことを報告している。以降、1838年に第5番と第3番がこの順に作曲され、作品44としてまとめられた。これ以前に書かれた第1番と、 第2番は、ベートーベンの後期弦楽史重奏曲の影響下にあり、それらの楽曲を研究した成果が存分に示されていた。一方、作品44からは、メンデルスゾーン独自の誤報が開花していく様が伺える。初演は1837年10月29日に、ライプツヒで行われ、第二楽章がアンコールされるなどして、成功を収めた。 パートフが1839年6月、ソーフが翌1840年11月に出版された。作品44の3曲はまとめて、スウェーデンの敗退詞バーサコーグスタフに検定されている。約28から30分メンデルスゾーンの他の弦楽四重奏曲同様、4つの学章から構成される。アレグロアッサイアッパショナート4、4拍子保単調ソナタ形式。 第一楽章は調整を同じくする後年のバイオリン競争曲補単長を予感させる内容を持つ。冒頭よりシンコペーションの伴奏音形に乗って第一バイオリンに第一主題が朗々と歌われる。フレイ一次第に音歌を小さくしていき、絶え間ない16分音符による情熱的な計画に至る。この音形はこれ以降楽章全体を支配するモチーフとなる。 フレイ2次第に静まるとなだらかな第二主題が、と蝶々に出される。フレイ三第に主題が、フレイ二に書き消されて、結尾区に至ると、蝶々化された第一主題が現れて静まりつつ、定時部を終える。展開部も、フレイ一から始まるが、やがてフレイ二が現れると、各楽器に、フレイ一と、フレイ二が次々に現れては、大砲的に展開されて大きな盛り上がりを築く。 その後、派長長で、フレーさんが顔を出すとそのまま滑らかな意向によって、再現部となる。再現部では、第一主題の伴奏音形は、分散和音へと変更されている。続いて補長長で、第二主題が再現されるが、計画のフレーには省略されている。その後、フレー2の再登場によって、再現部が終わりを迎えると、こうだとなる。第一主題に始まって、 フレー2で圧倒的なクライマックスを形成すると急に勢いを沈めて第2主題が改装され、そこから第1主題の断片を用いて徐々にクレッシェンドしながら競争で楽勝を終える。スケルゾ・アレグロディモルト3、4拍子補聴調長自由な3部形式。フレー4に示されるような16部音符の高速なトレモロとスタッカートが特徴的な 軽快な主題によっており、聴く者に夏の夜の夢除曲を思わせるような音楽となっている。16分音符の連打は伴奏音系にも取り入れられており、特殊な効果を出している。フレー4フレー4に基づき対法的に進められて、いくがごく短い中間部では、ジェロのピッツェカートに乗りビオラがええ単調の可憐な旋律を奏する。フレー5フレー5より、 わずか10小節で元の学章に戻ると、再び警戒に進んでいき、終了間際に、フレイ後の回装を挟み弱音で終始する。アンダンティヨン、4拍子と、蝶々三部形式。メンデルスゾーンの一連の無言化を思わせるような、学章。たゆたうような充実した伴奏音景に、豊かな旋律が歌われる。この主題は、フレイ一から導かれている。 メンデルスゾーンはこの楽章の演奏に際して、この楽章を重たく演奏してはならないとの注意を書き入れた。フレー616部音符の伴奏は、楽章中絶え間なく奏で続けられるが、中間部では、それが一瞬や無と共に愛らしい旋律が出される。フレー7その後フレー6が回帰するが、主題を奏する楽器はチェロに変更される。 フレナ7が改装される際に16分音符の流れが再び止まるが、間もなく再開した流れに乗って最後は静まっていき、最弱音で楽章を閉じる。プレストアジタート3、4拍子補短調、モンマナオミはこの楽章の形式について、ロンド形式の可能性に含みを残しつつも、そなた形式であると分析している。楽章は、情熱的な第一主題の提示により幕を開ける。 この主題も、フレイ1と結びつけられるものである。フレイ8続いて、都庁長に出される、第二主題は、第1主題とは、対照的に緩やかな起伏を描く。フレイ9個の後、アニマートとなって、活発に進み、途中フレイ8が、主張で再現された後も、フレイ9を織り込みつつ対法を駆使して、精力的に展開されていく。第二主題は、補聴長で再現され、 その後第一主題などを用いた活発なコーナを経て、ホルテッシモで堂々と全曲を完結させる。注釈出典。ありがとうございます。